昔々、相模の国の足柄山に金太郎という男の子がおりました。着物は赤い腹掛け一枚、まさかりを担いで野山を駆け回る。それは元気な男の子でした。おっか、巻き取ってきたぞ。ご苦労様。それじゃあご飯にしましょう。いただきます。金太郎は優しいお母さんと二人で暮らしていました。そしてお父さんは天に住む赤い竜だと言われていました。金太郎の友達は山の動物たちです。今日は原っぱに土俵を作り、みんなで相撲を取ることにしました。やっぱり強いのは体の大きな熊です。他の動物たちを次々に投げ飛ばしていきます。今度はオラが相手だ。投げ飛ばされて泣きべそかくなよ。かけよーい。残ったあ。今度は綱引きです。相手は金太郎一人だ。みんな負けるなよ。いいぞ、引け。よいしょ。負けるな、引き返せ。金太郎はかけっこもよくやりました。今日はお山のてっぺんまでみんなで競争です。待って、夏の暑い日はお池で水遊びです。行くぞ。金太郎が泳いでいると、この池の主の鯉が現れました。さすがの金太郎さんも水の中では私にかなわないでしょう。オラ誰にも負けねえ。では私を捕まえてごらんなさい。うわ、よし。さあ、こっちだ、こっち。まだ追ってくるのか。なかなかしぶといな。なあ、疲れた。驚いた鯉は金太郎を乗せたまま高く飛び上がりました。金太郎は心の優しい男の子でもありました。お母さんの目が悪くなった時は目に効くという温泉まで背負って連れて行きました。金太郎、おむすびだよ。オラお腹空いてねえからいいだ。おか、オラの分も食べてくれ。道の途中、金太郎は石に爪でお地蔵様の絵を彫りました。お母の目が良くなりますように。その甲斐あって、お母さんの目はすぐに良くなりました。平和な足柄山に嵐が来た日がありました。大雨が降り、強い風が吹き荒れていました。こんな日は金太郎も外に出られません。
山の中ではウサギが倒れた木の下敷きになっていました。助けて。あ、金太郎さん大丈夫か。ありがとう。よいしょ。金太郎がさらに進むと谷川の向こう岸で動物たちが困っていました。橋が流されて渡れないよ。よし、待ってろ。だこうしてまた足柄山の楽しい日々が始まりました。ある日のこと、源頼光という偉いお侍さんが足柄山の近くを通りかかりました。頼光がふと見上げると山の上の赤い雲がたなびいているのが見えました。気になった頼光は3人の家来を連れて足柄山に入って行きました。なんとたくましい子だ。坊主、名は何と申す。オラ、金太郎。どうだ金太郎、わしの家来と勝負をしないか。頼光様、ご冗談を。相手はこんな子供ですよ。浦部末竹が油断していると簡単に投げ飛ばされてしまいました。頼光様、私が行きましょう。次に臼井貞光が向かっていきました。しかしまたも簡単に投げ飛ばされてしまいました。次に出てきたのは渡辺の綱という大男です。金太郎殿、お相手願う。渡辺はさすがに強く、二人は組み合ったまま動かなくなりました。二人とも、もうよいぞ。頼光が止めようとした時です。金太郎が渡辺の足を払いました。この子の強さは本物だ。金太郎、どうじゃ、わしの家来になって都へ行かぬか。え、都へ。ダメだ、お母一人で置いていけねえだ。優しい子じゃな。頼光は金太郎の家に行き、お母さんと話をしました。お母さんは最初驚きましたが、都へ行くことに賛成しました。お前が生まれた時からこんな日が来ると思っていました。お侍様が見た赤い雲は天にいる父上からの知らせでしょう。金太郎、立派なお侍さんになるのですよ。わかった、ほら頑張る。次の日、金太郎は都へ旅立ちました。じゃあね。金太郎はその後坂田金時という名前をもらい、一生懸命修行しました。やがて浦部末竹、臼井貞光、渡辺の綱と一緒に四天王と呼ばれるようになり、鬼を倒すほど立派な侍になったのでした。